はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ジジさんです。今日は6月3日なんですけどね、昨日2日ね、台風とそれから梅雨前線のね影響で、線状降水帯でしたっけ、合ってますが、ね、各地方を通って、大変な大雨でね、交通機関ダイヤが乱れて、結構ね会社に行けなかった方多いんじゃないでしょうかね。特にね、工場の方はね、工場がね操業停止になったり、されたところも多いんじゃないかなというふうに思います。それからね、会社によってはね、テレワークをね推奨されているところ、あるいはもうテレワークしてくださいという感じでね、お家で仕事をされた方も多いんじゃないでしょうか。まあ、逆にね、もうどうしてもね会社に行かないと仕事に ならないよっていうね、方もね結構いらっしゃったんじゃないかなと思います。結構ね危ない中会社に行かれた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。今日はそれと打って変わってですね、まあ、あの時折すごいものすごいね風は吹くものの、すごい晴天に恵まれまして、ジジさんね幸いにもこうやってお散歩しながらね雑談をすることができております。はい、でですね、今日は特に何かご紹介するとか検証をねしてみるとかっていうわけではなくてですね、まあ久しぶりにですねジジさん今日は、XU MAX PRO ですね、これを持って、お散歩を今ねして、自撮りをしております。いや、やっぱいいね。何がいいってこのねサイズ感、ちっちゃい軽い、もうねあの GoPro Hero 10とか11、まあミニでさえねさすがにサイズ感はちっちゃくなりましたけども、なんかちょっとね、小ぶりの一口サイズのおにぎりみたいなね、感じでゴロッとしてて、重量感たっぷりで、GoPro Hero 11 mini でさえねもうこうやってね片手で自撮りしててもずっしりなんですけども、この XTU MAX PRO ね、これは本当にいいサイズ感、重量感、やっぱねアクションカメラってねこれぐらいじゃないとねちょっと扱いにくいよねっていう感じですね。はい、まあ久しぶりに使ってる GoPro、 GoPro じゃないと間違えた失礼しました、 XTU MAX PRO ですけども、まあねソックの方ね、チップセットの方はH22 ということで、かつて GoPro でね使われてたものなので、まあそんなにね悪いものではありませんし、このね、手ブレ補正の方も XTU MAX PRO ね、その前の世代のね XTU ね、これからさらに、進化しているということで、なかなか手ブレ補正の方も効きがねまあそこそこいいんじゃないかなと思います。まあいつも使っている GoPro との大きな違いというのは水平ロック機能がないので、ね、ある程度自分でね水平を気にしながらちょっとね撮らなきゃいけないというところはありますが、まあまあまあ普通に撮れてるんじゃないかなというふうに思います。はい、いやなんか久しぶりにこう XTU 関係のねこういった確約のね中華アクションカメラを使うとなんかこう、原点に帰ってきたようなね、気分で新鮮な気持ちもします。はい、まあ、今日ちょっとね、日差しが強かったり日陰に入ったら逆にね、薄暗かったりということで、ちょっと日陰じゃないところのね日差しが強いところでは、本当であればね ND フィルターみたいなものがあればよかったんですけども、まあ、今日はちょっと素の状態で久しぶりに撮ってるという感じですね。さあ、昨日6月2日、まあ、台風の影響とかいろいろありましたが、またまたアマゾンのタイムセール始まりました。皆さん何か買われましたでしょうか。今回はねちょっとじいさんはまだ何にもね手をつけてないです。ポイントアップにね1万円以上ね買わないといけないということでね、1万円分ね買う何かあったかなと思ってね、ねずっと考えてはいるんですけども、まあ、無理やりね1万円分買う必要もないということで、まあもちろん1万円以上ね何か買うものがあればですね、まずはポイントキャンペーンね忘れずに
ポイントアップできるようにエントリーした上でね、購入されることをね、忘れないようにしていただきたいのと、あとまあ JAL 関係のねカードを持っている方は JAL のねホームページから Amazon に入っていただいて、購入すると、マイルの方もね、JAL の方へ着きますんでね、JAL のカードをお持ちの方ね、合わせてタイムセールとね合わせてマイルも稼ごうということをね、忘れずに、そこからいただくというのがねいいかなと思います。はい、いや今回の目玉って一体何なんでしょうね。ちょっとね最近まあじじさんね物欲に対してねこうすごくあれが欲しいってね思う時と、いやもう物はいらないっていう時と、このね落差が激しすぎて、今ちょうど逆のね、まあ物はいいわっていうね、谷間はヘリコプターがやかましい、にありまして、あんまりねこれといって欲しいものはね特にねないんですよね。これヘリコプターなのかな、ヘリコプターですね。なんか上空をちょうど上、飛んでいますのですごくやかましいかなと思いますが、この時期もうヘリコプターやね草刈りおじさんやらね、もうやかましいねノイジーな要因がたくさん、ね、ありますね。はい、ちょうど今草刈りおじさんのトラックがすれ違っていったっていう感じですが、はい、まあ、そんな感じでね、まあ、特にねガジェット系で何か欲しいというものもなく、強いて言えばねちょっとなんていうかねお風呂周りとかね、洗面所周りとかねキッチン周りをねきれいにするなんかいい水垢落としの洗剤だとか、そういうものがないかなというのをねちょっと見てますが、さすがにプロ仕様って高いね。うん、プロ仕様業務用仕様とかねいうのはすごく値段がね一気にね上がっちゃいますね。なんかこの間洗剤だけでなんか7980円とか、それだけでもほぼ1万円の7割8割、8割ね1本でいっちゃうじゃんみたいなね、そんなものもあったりピンキリですね。はい、ということでなかなか今のねタイムセールで、購入しようというものは、ね、今のところ見つかってないんですが、まだね、期間あと1日かな残ってますんで、いろいろねサイトの中覗いていこうかなというふうに思ってます。はい、ということで久しぶりの XTU MAX PRO どうですかね。時折ね非常に、強い風が吹きますので、その辺もねこのまた風切り性能ね、今風切りはねオフにしてますんで、もろ自然な感じのね、風の音がねノイズとして入ってると思うんですけども、はい、まあ改めてねこれまた編集するときに、ああ XU MAX PRO ってこんな感じのマイク性能だったんだみたいなねところを思い出すんかなというふうに思いまして、なかなかこうやって久しぶりにね、カメラをね変えてみるというのも、まあ、気分を一新しますしね、改めてああ確かあのカメラはそうだったかと、ああいう特徴があったかとかねいうふうに、思い出させてねくれるというのもありますので、まあ、あんまりね一つのカメラに固執してですねずっと使い続けるというのは極める意味ではいいんでしょうけどね、時にはねこうやって気分転換に変えてみるというのもねいいかなと思いますね。はい、ということで、まあ、最近のねガジェットとしてはですね、DJI のポケット3がねまあいよいよ出るんじゃないかみたいなね話だったりとか、GoPro もね、GoPro ヒーロー12ですか、12がね、出るや出ないやっていう話がありますけども、まあ、結構ね DJI のポケット3の方は、待ちに待ってた方多いんじゃないでしょうかね。どうなんですかね、液晶画面大きくなったりするんですかね、あるいは GoPro ヒーロー12ね12の方ね、DJI のアクション3みたいにね前面のスクリーンがねタッチスクリーンになってきたりするんでしょうか、あるいは液晶画面サイズねベゼルの部分が減って大きくなったりするんでしょうかね。なかなか興味深いですが、はい、まあさすがにじいさん今、GoPro もね
テント、イレブンとイレブンミニ3台ありますんで、さすがにもうすぐにね12が欲しいかっていうとね、まあちょっといいかなって感じなんですけども、安いもんでもないしね、まあそれよりかね、今月、昨日かな、なんかメールがありまして、今月のどうも終わりぐらいにかけてですね、フェイユテックのね、あの上下ワイヤレスで分岐するね、フェイユポケット3だっけ、フェイユポケット3かな、うん、あれがねクラウドファンディングでね出てたやつ、ようやく、はい、到着するというメールがあります。もうあれに関してはね、先行レビューでもう YouTube の中ねゴロゴロとね、皆さん先行レビュー動画上がってるんで、あ、もうこんなものかということでね、もうネタバレっぽい感じにはなっております。あれもねちょっとさすがにね、有名どころのレビュアーさんちょっとね出しすぎじゃないのって、もうちょっと今度ねこう商品が届く人のことを考えてね、あのやってほしいなっていうところはありますが、まあまあそれ言ってもしょうがないんで、ジジさんのお元にもようやくね フェイユポケット3がね、今月末ぐらいに届くということなんで、まあ有名どころのレビューアーさんはまあそういう感じでレビューをねされておりますが、まあジジさんはジジさんなりにですね、ジジさん視点でちょっとねいろいろサンプル動画を撮ってみるとかね、開封動画撮ってみるとかね、してみたいなというふうに思います。まあ比較できる対象のねジンバル型カメラが皆さん覚えてます、スノッパさんの、スノッパ V メイトね、いろいろ初期の不具合があったり、もう結局今もう売られてないからねあれね、うん、どうなったのか分かりませんが、あれねジジさんまだ持ってるんですよね、まあ、唯一あれが手元に残ってるジンバル型カメラということで、まあ有名どころさんはね、今の DJI のポケット2と比較されたりね、もっとあの有名どころのジンバルカメラと比較されると思いますけどね、まあ逆に言うとジジさんみたいにね、スノッパ V メイトと比較するなんていうレビューアーさんも少ないんじゃないかなと思いますんでね、まあちょっと機会があればその辺のね、サイドバイサイドじゃありませんけども、こう比較動画なんかも、撮れたらなというふうにね思っております。はい、まあその辺のねこの間のユビカから始めて、ちょこまかと散財をしておりますので、今ねちょっと今月末ぐらいにね発売されるソニーのあの Vlog カメラね、 VZ1 の Mark2、 あれをね買おうか買わないがね、ちょっとねだいぶ悩んでおりまして、もうねもうあんまりこう散財したくないなという思いはあるんですけども、ちょっと今部屋撮りするときにね 4K が撮れるちゃんとしたカメラを持ってないんでね、まあ、そういった意味では Vlog カメラとはいえね、ちょっと部屋撮りの据え置き用にちょっと1台ねいいかなと思って、でレンズ交換式を買うとまたレンズ沼にはまるでしょ、なのでああいうちょっとコンデジでね、もうレンズは交換しなくてもある程度ちょっと望遠が効くみたいなねものでいいのがないかなというタイミングでちょうど Mark2 が出るということで、はい、今ねちょっとどうしようか悩んでいるところです。はい、ということでそんな感じで今日もね休憩所に、着きました。今日はたわいない、雑談を収める雑談でしたが、久しぶりに XTU-MAX2 これを持ってねお散歩を自撮りしてみました。はい、ということで、ここで本来はですね、閉めたいところなんですけども、昨日台風だったということもありまして、この後休憩してちょっとだけね海の方どうなっているのかっていうのをね先に行ってみたいと思います。それでは、休憩して海の方へ行きたいと思います。海の映像はこんな感じです、どうぞ。
はい、ということでちょっと埠頭の方へ行ってね、海の様子も見てきましたが、冒頭からずっとね、自撮りで、撮っていましたので、ちょっとね、自撮りじゃない感じでもね、撮っておこうかなということで今ね、外に向けて撮影をしております。いやどうでしょう、 XTU MAX PRO ってねこんな感じで、撮れるんですよということで、ちなみに 4K30fps でね撮影をしております。はい、手ブレ補正もねがっつり効いてるんじゃないかなというふうに思います。まあ GoPro のね水平ロックね、水平維持、これも結構ね魅力ではありますが、しっかりホールドしながら歩けば、まあこういった格安のアクションカムでもね手ブレ補正が十分に効いてくれるものならね、こういう歩き撮りにもね適しているんじゃないかなというふうに思いますんでね、まだ一つもねアクションカメラ持ってないけど何かね買うのにどれがいいのかななんてね検討されている方がいらっしゃいましたらね、なんかちょっとね参考の一つにねしてもらえたらなというふうにね思います。はい、ということで、今日はね久しぶりに XTU MAX PRO を持ってのお散歩雑談ということでした。はい、台風の後で非常にどうなるかなと思ってましたが、幸いにも晴天に恵まれてね、ちょっと風はきついですけど、さすがにあの埠頭で撮ったね、動画は風切り音がすごすぎてちょっとねどうかなっていう感じになりましたが、まあここね公園の中は比較的まだね風が吹いてても穏やかということで、まあそこそこいい感じに撮れてるといいなというふうに思います。はい、ということで、じじさんのねこのチャンネルではね、まあこうやってお散歩ねしながら雑談をしてみたり、時にはね、アクションカメラの検証動画サンプル動画を撮ってみたりというね、感じで、やってたり、まあ時には案件動画をやってみたり、時にはねなんか DIY 的に何かをやってみたりと、いろいろとねちょっと思うがままにやってるゆるいチャンネルですのでね、よかったら遊びに来てみてください。ちょっとね、前半のところでもちょっとお話に触れましたけども、今月6月の末ぐらいにはフェイユテックさんのねフェイユポケット3ね、頭の部分がね分割するワイヤレスタイプのやつですけども、それがクラウドファンディング品のやつが届くということで、またね7月にかけて何かねサンプル動画比較動画撮れたらなというふうに思いますので、まあ、ちょっとその辺ねもうすでに先行レビューの動画がたくさん YouTube にはありますけども、ジジさん視点でちょっとねいろいろ試してみたいなというふうにね見てみたいなと思いますので、興味ある方はぜひともチャンネル登録まだお済みでない方、ぜひねチャンネル登録していただいて、ちょっと長い目でねこのチャンネル応援していただければというふうに思います。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。この動画の最後にね、サンプルとしてこの XU MAX PRO でね撮影した、写真なんかも数枚載せておりますのでね、そちらの方の静止画の方もね、ちょっと参考にしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.